今日はですね、久しぶりにてんやにやってまいりました。あー、美味しそうですね。いただきます。ですね、うちの一番近い店屋がですね、もともとアリオ橋本にあったんですけども、そこのが全然近いんですが、ここはですね、橋本駅構内にある店屋なんですね。以前ここにも来たことはあるんですが、アリオに、店屋があった頃はよくアリオで、天丼食べましたね。何しろこのクオリティの良さで500円だったんですね、昔は。最近値段が上がっちゃってですね、560円なんですけども、でもクオリティ高いですよね、てんや。まず米がうまい、ご飯がふっくら炊けててですね、そこにその出汁がこうかかっているのがね、たまらないんですよね。具もね、美味しかったですよ。天ぷらも、これキスですけどね、キスがもうパリパリ熱々でね、揚げたてっていうのがいいですよね。熱々でとっても美味しかったです。てんやのパビマシスミナパビアジサイバビマシコ天ぷらガージュクジャレソトゥギギテムね、ちょっとごっこ朝歓迎アジュマシスミナ、サクサクの天ぷらがね、なんとも言えません。もう、まあ、あまりにも揚げたてなんでね、熱くてね、口やけどしそうになりましたけどね。ご飯も熱けりゃ天ぷらも熱々でね、サクサクでした。エビもね、結構大きいんですよ、ここのはね。エビもそこそこあります。560円の天丼にしちゃね、本当に盛りだくさんという感じで、あとかぼちゃですとかイカですとか入ってましたけどね、美味しかったですね。また久しぶりにこのてんやに来てね、食べてるせいもあるのか、美味しかったです。まあ今日もお昼というかですね、朝ごはんを11時ぐらいに食べて、今5時過ぎにここ食べてるんですけども、お昼を抜いてたんでね、余計お腹が空いて美味しいです。美味しかったです。そんなにね、ちょっと早めに行ったので、そんなに混んでもなくてですね、あんまり混んでると撮影もできませんのでね、まあ撮影もできましたし、よかったです。味噌汁がまた熱々でね、美味しいんだな、冷ましながら飲んでましたけども。こういうお店が近所にあればいいんですけどね、自転車でここまで来るのに10分以上かかりますんでね、いろはん影が식당이집근처에있으면더좋은데집근처에넘고자전거타고한10분내지15분까지는안가지만10분좀넘게여기까지와서먹고있습니다이미소시루된장국이아주뜨겁고맛있고요560엔이지만아주퀄리티가좋습니다이만하면은560원이면은60엔560엔이면아주만족스럽습니다한국분들도일본에오시면꼭테이야텐돈먹어보시기바랍니다네한국の人たちもね、日本に来たらぜひこのてんやの天丼食べてほしいですね。決して安物じゃないですよね。安かろうまずかろうじゃないですね。てんやの天丼も本当に揚げたてで美味しいんです。クオリティ抜群です。
ごちそうさま。天野久しぶりに食べました。とっても美味しかったです。